え、サブ真ん中来ていいよ。うん、ナイス。サブやっぱ髪切った方がいいよね。うん、切りました。いや、どっちの方が面白いかは別じゃん。まあ、それは別。そうなんですよね、うん、はい、ということでサブちゃんが来てるから、はい、来ておりますね。最初戻ってきたんだね。です、帰って戻ってきました。いや、今走ってきましたみたいな感じで。ずっと息切れしてるよね。はい、ということで、うん、あの、はい、ポケモンを、富士山の動画じゃん、はい、あれ、生き物係の音が入ってるから消えたんですか。消えたからね。気にしたんだよな、ちょっと、はい、やばいかなとは思ったんですよ。やばいかなと思ったけど、 あそこしかいなくて電波入んなかったんですよ。そう、音をカットとかできないから、はい、うん、どうすっかなっつって、まあいっかっつってやって、後ろで薄く流れててやってたんだけど、危ないから、はい、非公開。富士山なかったから。嘘ついたと思われてるよ、サブちゃんには乗ってるから。ってことで、まあ、あれ以来のポケモン GO の動画なんですけど、はい、なんか一個噂があって、うん、あのイーブイってシャワーズとサンダースとブースターの3種類に進化するんですよ、うんうん、で、ポケモン GO で進化のボタンを押すと、うん、ランダムでなるらしいんだよね。なります。ただ1個これ本当に、なんだっけ、ポケモン GO 裏技、イーブイの進化先を指定する方法っていうので、うん、ブースターはアツシ、うん、サンダースはライゾウ、うん、シャワーズはミズキ、うん、これでミズキだったらシャワーズになったりとかも、うん、確定するらしいんだよ、はいはいはい、ただ1回しかできないらしいんだけど、でもサブはやってないからっていうのがあって、うん、水溜りボンドっていう名前にすると、うん、シャワーズになるらしい。なんかめっちゃ言われてるよね。そう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 、あれ本当なの。ちょっと検証して進化するとこ見てみようと思います。見てみよう。で、結構いろんな説があるから、もうこれで、一個しか飴もらえないのなんか嫌だよね。そうですよね。いけましたね。いけた。じゃあちょっと進化させよう。そいつでいいの。はい、一番です。で、名前を、これそうだったら嬉しいけどね。はい、まあなあ、はい、大丈夫です。いきますよ。あ、いけんじゃん。水溜りボンドで、じゃあ進化させます。音とかないもんね。あれ、あります、あります。音つけよう。よし、どうなんだろう。マジでどうなんだろう。うわ、怖え。全然違えんじゃねえかよ。サンダースじゃねえか。強い。まあまあ強いですね。はい、わかりました。そこそこのサンダース。そこそこ強いサンダースができる。シャワーズっていう人結構いたんだけど、結構来たよ、リプでシャワーズになりますよって。なんか決まってないんだろうね。ランダムだよ、やっぱランダムですね。はい、はい、ということで、はい、まあ、やってます僕らは。じゃあまた次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。